最後に16番宮城ドドリゴ横山のりひろとともに収まりました。体制完了、ゲート開きました。第122回天皇賞、さあ注目の2コーナーに向かってロードブレイブ、そして8枠の名勝ロト、ポジションとしてはここは慎重に慎重に前の方に、しかし名勝ロトと的場ひとし TM オクラワもいいポジションにつけたようです。2コーナーのカーブ、さあ予想通りここはロードブレイブと柴田義臣です。そしてその後ろ名勝ロトと的場、外から若干スタート遅れた感じの宮城ドドリコが今上がっていきました。その後ろにオレンジの帽子が見え隠れしています、ミッキーダンスの方です。そして10番のトゥナンテ染め分け棒、そのうちに13番のテイエムオペラ王が行っています。真ん中を通りましてはイーグルカフェ、4歳のマイル王が望む、外を通りましてはトーアナノピア、そして2番の名勝王道、その後ろにつけましたのがステイゴールド、それから4番のダイワテキサスと外に成田トップロード、成田トップロード、テイエムの後ろからレースを進めています。桜並木王がいます。1番の優勢トップラン、そして5番のロサード、6番がジョーヤマト最高峰です。さあ早くも3コーナーのカーブを過ぎていきました。先頭はロードブレイブです。大きな逃げをやはり予想通りここは打ちました。そして名勝怒涛テイエムといったところが前、後ろからレースを進める格好が成田トップロード、まもなく4コーナーのカーブに差し掛かる。まだ中段よりやや後ろから成田トップロード、さあ直線コースへと向かってまいりました。もうリードはほとんどない中、この辺りで名勝怒涛が並んでくるか、名勝怒涛が並んでくるか、間に入ったのはトランテ、そしてテイエム、その後ろから成田も上がってくる。最後の坂にかかっています、最後の坂にかかっています。テイエムここで先頭か、テイエムここで先頭か、名勝怒涛が並んでいる、内の方でトランテ、さあテイエムが、テイエムが抜け出している、テイエム岡田王が抜け出している。さあこれはもう間違いない、一番人気のジンクスは止める、テイエム岡田王一着でゴールイン、昭和62年日報帝王以来13年ぶり一番人気の V ロード、テイエム・オペラ王です。しかも春秋縦連覇、堂々たるレースぶりを見せました和田龍二。それでは天皇賞優勝ジョッキーインタビューです。和田龍二騎手です、おめでとうございます。ありがとうございました。プレッシャーもジンクスも粉砕するものすごい最後の足でした。そうですね、やっぱりね、強かったですね、はい。府中の2戦をこうして制覇してみての今のお気持ちを聞かせてください。そうですね、やっぱり難しいコースなんでね、ちょっと考えましたけどね、やっぱり馬のことを信じればね、まあ、こういうレースもできると思いましたしね、はい。府中の2戦に何か難しいところ、そのいわゆる魔物というやつはいませんでしたか今日。いや、やっぱりごちゃついてたんでね、ちょっとどうしようかと思ったんですけども、なるべく強気であまり引かないようにと思ったんですけどね、ちょっとごちゃついた中にいましたんでね、まあそれでもきちんと力を出してくれましたから、はい。前後にライバルというポジショニング、あれは狙い通りだったんですか。いや、まあたまたまですけど、まあ馬もね結構行く気があったっていうか引っかかってましたからね、僕のもね、はい。ババはどうですか、味方してくれましたか。そうですね、まあ思ったよりもやっぱり水は含んでましたけどね、まあ馬は全然、ね、気にしなかったですし、はい。しかしこの快勝劇でこの先がますますファンとしては楽しみになったんですが、ジョッキーとしては。そうですね、やっぱりこんだけ強い競馬してくれたんでね、また次もね頑張ってほしいと思いますけど。本当はいつものおたけびをと行きたいところですが、ちょっと場所が場所なんで、代わりに何かメッセージをいただけますか。そうですね、まあなんとかねこの鬼門ね勝てましたからね、まあ次も頑張りますということで、はい、ありがとうございました。和田龍二騎士に伺いました。スムーズに競馬しててもあの時はやっぱりものすごい迫力ありましたしね、直線なんて別に追わなくてもいいぐらいの感じでしたけどね、勝手に馬がギューって、その印象はすっごいインパクトあったんですけど、どうしたんやこの馬はと思いましたしね、こんなにスーって動く馬じゃなかったし、